平野紫耀の新たな夢、世界進出への挑戦とその先に広がる未来。ジャニーズ事務所を退所し、エンターテインメント会社、トベ、に合流した平野紫耀。彼の新たな夢は、世界進出への挑戦であり、すでに大きな成功を収めている韓流グループと同様の道を歩んでいます。インスタグラムのフォロワー数や国内外での活動を通じて、 彼の魅力が急速に広がりつつあります。そして、戸ベとの連携や世界的レコード会社とのパイプ開拓により、さらなる飛躍が期待されています。平野紫耀が、金プリを辞めざるを得なかった理由、世界進出へのタイムリミット、超人気韓流グループ、同世代日本人メンバーのインスタフォロワーは、950番人超、の焦燥。 今年3月、滝沢秀明氏41が設立したエンターテインメント会社、とべの公式 YouTube チャンネルで5月に k n g アン n 育ったいし、ジャニーズ事務所を退所した平野市要26と神宮寺雄太25が合流することが発表されました。 多数のファンが平野と神宮寺の活躍を再び見られることに歓喜した一方で、一部では平野仕様の決断に対して批判的な声も上がりました。平野仕様は、ジャニーズ事務所を退所した理由として、海外での活動をはじめとして、それぞれに目指す方向が異なってきていることも分かってまいりました、と説明しています。 彼は世界進出を夢見ており、そのために KNG&PENS を脱退したのです。しかしながら、彼がジャニーズ2号店と揶揄されるような飛べに合流したことに対して、一部のファンからは理解を得られていないようです。平野志洋は世界進出を目指す中で、韓国の人気グループ NCD のメンバー中本優太さん。 ユータの成功例を参考にしていると言われています。ユータさんは韓国でデビューし、東南アジアを中心に爆発的な人気を誇っています。彼のインスタグラムのフォロワー数は約954番人で、キンプリのフォロワー数の約4倍以上にも達しています。 これは日本国内では知名度が低いかもしれませんが、アジア全体では彼が一番注目されている日本出身の男性アーキストであることを示しています。ユータさんは2022年には NEWSW による世界に挑戦する日本人20に選出されるなど、世界的に高い評価を受けています。また、 彼は日本国内でもドラマや映画に出演するなど活躍の場を広げています。その成功例を目の当たりにし、平野紫耀も彼と同様の道を歩みたいと考えているのかもしれません。報道によれば、平野紫耀はトベとの契約の他にも、世界的なレコード会社であるハイブやユニバーサルミュージックグループ UMG との連携を模索しているとされています。 彼は個人事務所を設立する計画もあるようで、国内の活動を滝沢秀明氏とやりながら、海外ではハイブや UMG と連携し、世界進出を進める可能性があると言われています。これにより、平野紫耀の魅力がさらに広がり、国内外のファンからますます注目を集めることが期待されています。 平野の仕様の新たな夢、世界進出への挑戦とその先に広がる未来。彼の挑戦に対する批判もあるかもしれませんが、彼の情熱と才能によって新たな道が開かれることを願ってやみません。彼の成長と活躍に、ますます期待が高まるばかりです。